ドルトムントには今、香川がプレーできるポジションがないサッカーでは、些細なことで状況が変わることは頻繁にあり、それが瞬間的に起こる。最後にマティアス・ダーシュージは、香川の移籍を予想している。彼がこの夏に移籍しても驚かない。ギュンドアンの去就は関係ない。香川は、もう。ただ実力がないからでしょ。どこ行くんだよミランなら余裕でやれるだろうがそんなとこ行ってもしゃあないしな。香川はメンタルが弱点なんだよな。それも含めたものが選手の評価だけど。行くならセリエかな。戻った例に挙げられてるラモスやライトナーも控えとしてだけどな。二代なり彼がこの夏に移籍しても驚かない。ギュンドアンの去就は関係ない。香川はもうトゥヘルの求める戦力にはならないだろうし。シャルケ行ってドルトムンターおったらいい。444にジャカオリ側はいるところなんてない。てか普通に実力不足だけど。トゥヘル・ムヒタリアンはプロ意識が高くて練習での姿勢が素晴らしく、みんなの見本だね。我々コーチ陣は彼と恋に落ちなければならなかったね。8だろうね。出番がない時にモチベーションを維持するのは困難。それでも練習を続けられるのと報われるが、今の香川はゲームメーカーまと今シーズン後半のトゥヘルは明らかにゲームメーカーまと選手を良くしてない遺跡だね。見てる方もドルトムント飽きたというか分ですに、飽きた中堅でいいからプレミアに行ってほしい。実績や年齢を考えても引く手はあるだろう。下ウッチーが鼻ほじりながら、だんだん442が復活してきて4231のトップ下が消えつつあるからな。プレースタイル変えないと香川は辛くなるだろう。にちゃんの書き込みかよ。守備免除されてる10番なんて今どのクラブもないよな。もう香川みたいなタイプは現代サッカーで入らない子になった。本田は干されてる時いつでも出番来たら活躍できるように試合前日にフィジカルトレーニングガンガンやるって言ってたけど、香川はバカだからそんなことこう。前半戦の方が間違いなく見てて面白かった。今は来季の CL やリーグ優勝見据えて迷走してる気もするがどう落ち着くんだろうな。18かといって攻撃にも応して役に立たないんだぜ。11クラブのコーチ陣から人気みたいな話は本田とかも現地で言われてたけど、香川についてこういう話聞かないな。香川ってメンタル弱いのは別にいいんだけど、あまりに顔に出すぎるんだよな。あれ見て使おうって気にはならないわ。大抵海外で成功するやつってめ。リバプール行くの。香川はクラシックな10番。全く違うわ。大なり香川がとても繊細な性格の持ち主なのは、よく知られたことだ。もう向こうでもこう言われちゃってるんだな。とりあえず代表の中心には二度と。